日本関東地方千葉県奈良市の市秋津・ツは千葉県奈良市の市にある地名。現行行政地名は秋津ツ1丁目から秋津ツ5丁目。郵便番号は275-0025。奈良市の,市の南部に位置する全域が第2次埋め立て事業により東京湾を埋め立ててできた地域である。地域の南端を JR 京葉線国道357号。 東関東自動車道、地域の北端に隣接して、京葉道路が通る。地域内は、団地が中心のエリア、公園が中心のエリア、小建て住宅が中心のエリアに分かれる。また、地域の生誕は、大倉省の所有地であったために埋め立てることができず、結果的に保全される形になった日形である、多日日形と接している。 一丁目から三丁目にかけて、海浜秋津団地、三丁目に、私立秋津小学校、奈良市の私立新奈良市の図書館、南消防署、新奈良市の公民館、奈良市の市役所西部連絡所、秋津総合運動公園、三丁目に隣接して、JR 京葉線新奈良市の駅、五丁目に、県立津田沼高等学校、谷津干潟公園がある。東は、菊田川を挟んで、 同じ第二次埋め立て事業によって造成された、霞、西、南は、秋津、霞と同じ由来の赤根浜、北は先立つ、第一次埋め立て事業によって造成された袖ヶ浦と接している。秋の慶陽校を、美しさを称え、秋津とした。2017年10月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。